ょっと待って。やばい。ちょっと待って。この後絶対タバコ吸おう。おはようございます。そして会えなかった時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。みわこです。本日はちょっと遅すぎる衣替えをしていきたいと思います。衣替えといっても洋服ではありません。本日このように着物を着ています。ということは、そうです。着物の衣替えです。まあ、とは言ってもね、そんなに頻繁に着るわけではないのですが、まあ、前置きはサクサク終わりにして、衣替えと参りましょう。結構な大仕事になります、多分。では、動画本編へどうぞ。衣替えを本格的に始める前に、私の着物収納について少しご説明したいと思います。このように、いつもこのケース一つ分は織布のこういったケースです。このケース一つ分はいつもこのようにフロアに下ろしております。こちらが、常に手に取りやすいようになっているので、まあ普段着る分ですね。そして、ちょっとごちゃついてますが、クローゼットを開けます。中はかなりごちゃついております。はい。だいぶぐちゃぐちゃですが、この上に2つケースがありますね。下は本当にほとんど着ないものです。ちょっと上にしまってある帯、曲がってるね。やばいね。まあそんな感じで、上に、今日はこの上にしまってあるものの中から、秋冬、春まで着られる合わせというものを出して、こちらの下にしまってあるものから、夏帯や、炉のね、薄物や、一重など、夏着るものを、上に上げていきたいと思います。とは言ってもね、これ、下ろすことはできないです。着物がたくさん入ったこのケース一つ分を抱えるのはとても私にはできません。なので、一つ一つ、上から覗いて、一つ一つ下ろして選別することになります。まずは下に置いてあるものから上に上げるものを選別してしまいましょう。では参ります。価格が難しいですね。こちらにおります。まずは、こちらですね。帯です。こちらの帯は、見えてるかな?博多県庁の黄色い帯と、飛騨紬の半幅ですね。と、青い名古屋帯です。これはすべて祖母にもらいました。これは、秋冬でも締めます。で、次に、こちらは何だったかしら?チャックがどこ行ったかしら?あったわ。こちらは、炉の帯ですね。炉の帯と、これも夏だなぁ。これは夏ですね、すべて。ざっくりした感じの、こちらの青いのと黄色いのは、私ちゃんとした名称がわからないんですが、まあ、裏地がないし、薄いし、透け感もちょっとある気がするので、夏に締める帯かなぁと勝手に思ってます。黄色い帯は古着で買いました。この黒い帯もですね、古着で買いました。青いのは確か祖母からもらいました。で、次は、こちら。よいしょ。綺麗な。壺の柄が入った白い光沢感のある帯です。
名古屋帯ですね。こちらも秋冬でも締めます。これはね、明るい色の長着に、長着というのは、まあ一般的に着物って皆さんがおっしゃってるような柄のついた一番上に着るものですね。一番上は羽織か。よいしょ。これが長着です。ちなみに今日私が着ているのはポリエステルの小紋というものになります。どういう画角で喋ってるのよ、これ。これも、あげない。これこのままだと、あげるのは、これ、あ、そう、これはあげるのよ。これはあげるからこっちに避けとくのよ。で、これは黒い名古屋帯です。木の葉の柄。これも着ます。で、浴衣が2枚。これはもちろん上にあげます。あと最近着てない肌ジュバンと浴衣もう1枚。これも上にあげます。この浴衣、最初に見せた青い方は、紺の方は、紺の笹の葉文様のやつは古着で買いました。私は大体古着で買ってます。もちろん仕立てるお金なんて、私にはそんなものなんぞありませんので、大体古着でございます。古着か、祖母からもらったものかって感じですね。次はこちら。かわいいでしょ？見えるかな？赤と緑の線が入った小紋。ツルツルなので大島紬ですかね。これも祖母にもらいました。これも着まーす。クリスマスとかちょうどいいと思いません？よいしょ。これも下に下ろしておくと。で、次が、これは、これ。祖母からもらった、バラという柄らしいです。検索しても出てこないんですが、祖母はバラと言ってました。これは、これも大島紬です。だいぶ古いものだと思います。祖母が若い頃に仕立てたと言っていたので。これも祖母からもらったものですね。これの、この模様は何というのかしら。わからないんですが、ちょっとゼブラっぽい。遠くから見ればゼブラっぽく見える。ちょっとモードなコーデができそうです。これも2枚とも合わせですし、お気に入りなので着ます。よいしょ。次ですね。これは、黄色。これは一重です。こっちにあるこの黒いのと黒いのとこっちのちょっと紫っぽいの。こちらも一重。で、この黒いのは炉です。薄物ですね。この3枚は、よいしょ。上に上げてしまいましょう。どうしましょう。上に上げるものが意外と少ないわ。最後のこれは何だったかしら？ああ、江戸古文ですね。こちら。文字が散らしてある、鏡花水月かな？雪月花かな？まあ、とにかく文字がパーって散らしてある江戸古文です。これも着まーす。ちょっと地味なのが多いですかね。私、色が濃いものが好きなんですよね。ついついそういうものを古着でも買ってしまいます。あ、今の江戸古文も古着で買いました。後で字幕で出しとくけど、新英さんっていうね、新英って多分読むんだけど、っていうサイトがありまして、そこがね、古着をよく安くで出されているんですよ。残すものはもう一回しまいましょう。よいしょ。帯は上に置くので、後でしまいます。結構疲れた。さて、本日の大仕事です。もう息が切れてるんですけど。
普段本当に運動しないからすぐ息が切れちゃう。さあ、上のものを選別してまいりましょう。よいしょ。よいしょ。物だからね、しとやかに行きたいところですが、ちょっと失礼いたしますね。これ絶対着物でする作業じゃないよな。よいしょ。よいしょ。わぁ、懐かしい。こんなの持ってた。大島紬。大島紬たくさんあります。たくさんあるとは言ってもそんな高いものじゃありません。よいしょ。ちょっと待って。これどうやって下ろせばいいの？ちょっと待って。よいしょ。あとで早回ししよう。ちょっと待って、嫌な予感がしてきた。私あれかもしれない。この下にあるのにしまっているわ。上にあるのは普段あんまり着ないとかいらない小物ばかりだわ。これはピンチだわ。よいしょ。でも小物ばかりなら下ろせる気がしてきました。下ろせる気がいたします。やってみます。自己映像をお届けすることになったら申し訳ありません。よいしょ。おっと、普通着物を着ているとき足をこんなに見せるのは明日ないのでやめましょうね。よいしょ。布団が邪魔なのよ、まったく。よいしょ。あ、下ろせる。下ろせます。下ろせ、下ろせ。この一段目にあったやつにいろいろしまっていたんでした、私。では、本番です。行きましょう。やっぱり登らないと無理だな。よいしょ。ちょっと、のぶといよいしょが出ちゃったわ。これはこれただの紙。これも着ない。着ないかな？着ないね、これ。私本当に。イルミネーションみたいで素敵よ。着ない。着ない。着ないことにする。次は、あ、これは、着たいっていうかもう遅いかもしれない。楓の帯があったんでした。もう遅いかしら。うわ、しむたかったなぁ。でもいい気がする。一応下ろしとこう。よいしょ。危ない。頑張るぞ。よいしょ。これは着ない。で、これは何かしら？よいしょ。何この現地。あー、これ春着る。うぐいす色のね、綺麗な訪問着です。これは春に着ます。春とか1月でも可愛いんじゃないかしら。柄は扇なのでね。これ声入ってます？よいしょ。ちょっと、収まるか。不安になってきたわ。次に、あー、これも着る。これも着るよ。赤いシンクの、シンクというか濃い表面型のちりめんです。よいしょ。あれ
これ入らなくない？入るかな？まあ、入るってことにしましょう。よいしょ。マフラー落としてるし。よいしょ。ちょっと減ってきました。これは？ほら、ちょっと尺どこ行ったのよ。あった。よし、OK です。あとは夏帯とかを上に上げましょう。はあ、ちょっと待って。キリダンスとか欲しいんです。でもそんなの置く場所もないし買うお金もないので、常に金子はありんせん。よいしょ。さっき下ろしたやつを上に上げなくてはなりませんね。よいしょ。絶対着物着てする作業じゃないわよね。よいしょ。よいしょ。つけてー。やばい。ちょっと待って。スポーンが邪魔。もう。よいしょ。やったー。しまえた。よいしょ。この後絶対タバコ吸おう。よいしょ。で、おろしたものをしまいます。これ入る気します？私は入る気がしません。あ、でも閉まる気がする。このちょっと、この、見てこの適当なしまい方。帯揚げとか。あらあら、長襦袢が見えてるわ。終わりました。めっちゃんです。癒される。はぁ。まあ、こんな感じです。ああ、そういえば、説明するのを忘れていましたが、着物には、合わせ、一重、薄物とあります。合わせは、だいたいそうですね。10月から、5月ぐらいですかね。まで来ます。裏地があるものですね。これも合わせです。ポリエステルなんだけどね。で、一重は、まあ、読んで字のごとく、裏地がないものです。これは、だいたい、6月と9月かな、に来ます。まあでも最近5月でも暑いからね。私は5月でも別に一重着ちゃってもいいんじゃないかしらと思いますけどね。フォーマルな場でない限り。あ、ちなみに一つ、ご注意として申し上げておきたいんですけれども、私は、ちょっと待って、息が上がっちゃってる。私は、あれです。着付け教室とかに通ったことはないので、祖母に少し着方を教わって、あとは動画を見て、自分で、なんとかこうにか、形にしているだけなので、あんまり、私の着付けは参考になさらないでください。
と見る方が見ればみっともないと思います。お目汚しを失礼いたしました。そうですね。あ、それで薄物はさっきちょっと言った炉とか車っていう透け感のあるものになります。これは生花ですね。7月8月に着るものになります。まあそんな感じです。今日はチラチラっとちょっとついでにって感じでお見せした形でしたが、まあ今後ねいろんな着物紹介していきたいと思います。ちなみに今日はこのポリエステルの小紋にあらぐしゃぐしゃになってるわね。よいしょ。博多県城の半幅帯です。この博多県城の帯は祖母にもらいました。ではでは皆様、大変見苦しい動画かもしれませんが、動画だったかもしれませんが、見てくださりありがとうございました。お辞儀したらこれおでことアップになったんじゃない？まあいいか。そんな感じで、よいしょ。バイバーイ。次の動画でお会いしましょう。疲れた。疲れた。お腹空いた。お昼ご飯食べよう。ではでは皆様、今度こそ、バイバーイ。